桜田の方に来ました。ソーダートオンラインだよ、劇場版オーディショナルスケール。すごい、すげえ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、やってきました。所沢桜田ハウンさんの中にあるですね、はい、ホールに来させていただきました。ここでは、はいはい、イベントとかね、イベントとかね、僕らが普段やってるライブとかだったりとか、はい、あと劇、うん、そういうところとか演技とかそうを、はいはい、できるところなんですよ。じゃあ早速ね、中の方に入っていこうと思います。はい、ということでね、中入ったんですけども、すごいね、やばい、見て周り、あそこでもう劇だったライブだったりとかができるんですよ。あれ上がっていいってこと、ステージ今もしかして。え、上がりたいの？上がっていいかいいかよくないかだけ教えて。なんと上がっていいらしいですよ。おー、すごい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 、はい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 、上がりたいの？上がりたいんだけど、もしかしたらダメかもしんないじゃん。ああ、一応許可をね、ああさっき聞いたの、運営さんの人に。ああ、上がっていいだって。後で、後で、後ででした。後で、後ででした。いや、もう行けよ行けよもう。はい、いや、すごいね、なんか、どう？マジで見渡しがいい。ここでね、ワンマンとかね、やりたいね。やりたいよね。いただけるのね。どこらびでね、できるか分かんないけど、はい、一応あちらの方にですね、門川さんの人いるんですよ。一応聞く。まあまあまあ、無理でしょ。いやいや、ダメって言われたけどショックでかいよ。そう、すいません、ここでワンマンとかってできますか？考えてる。ちょ、真似して真似して。ここでワンマンできますか？違う、あ、そう、あ、2回考えてらっしゃった。お前、そう、見てる、喋んないってやめ。マスカー、もう無理。ちょっと、バツになった、バツになった。はい、ということでワンマン OK ということで、まあ、機会があったらね、はい、僕らも、まあ、今よりもっと大きくなったらね、ここでワンマンやらせてね、欲しいですね。じゃあ次のとこ行きますか。はい、行きますよ、せーの。はい、ということでね、はい、次はこちら門川食堂に来ました。心沢桜田の中にある食堂ですね。はい、食堂です。食堂もあるんですね。早速ですね、中に入って、はい、ご飯をね、食べていこうと思います。いいですか？はい、じゃ入りましょう、中に。はい、入りましょう。さあ、はい、ではね、店内の方にも入ってるんですけども、はい、すごいね、見て見てる、なんか置いてあるで。人間失格ダサイオサムです。ダサイオサムさん、ゲイバー。え、すごい忠実。何で今誰この人？ゲイバー。ゲイバー、違う違う違う、ゲイバー、ゲイバー、ゲイバー、違うよ。座りますか？あ、あ、食べるよ、あ、あ、食べちゃうよ、あ、あ。はい、ということでね、皆さん一応ソーシャルディスタンスのためにメンバーそれぞれ離れてるんですけども、なんとね、食事が届きました。美味しそう。ということでね、一人ずつ食レポしていこうかなと思います。で、僕からね、食レポしていこうかなと。これはね、グリルチキンの定食ですね。いただきます。じゃあチキンの方からいただきます。あ、ダメだ、怒ってるわ。うまい。あのね、鶏の温かみを感じます。すごい。あとこちらね、皆さん大好物のいきなり団子ドリンクです。ケロロ軍曹とのコラボですね。いや、ゲッの一部、すごいすごい。これ僕はカキフライ定食をいただきました。そしてこちらがですね、アフロケロロということでメロンソーダです。いただきます。これタルタルソースで作られてるんですか？素晴らしい。いただきます。あ、でもマジうまそう。お、お、進むね、進むね。まだそんな行く、そんな。お、止まらない、ね、まだ行く。お、感想欲しいな、そろそろ。で、これがケロロジュース。いいね。お、どう？ベリグ。やっと食えるね。やっと食えます。やっと食える、ね、はい、ということでね、こちら銀鮭の、まあ、サーモン丼ですね。見てください、この半分炙られ半分生で、そして上に乗っているこれイカですかね。ホタテだよ。ホタテです、これ。そしてここにあるのはソースです。これをね、乗っけてぐるーっとぐるーっと、ここ、あ、すごい、おー、贅沢。うるせえマジで。贅沢。よーし、いただきます。うわ、これうまいやろ。待って、体の中で銀鮭動いてる。それはですね、こちらさやま茶コーラ。さやま茶ってお茶があるんですけども、それとね合体したコーラがすごい人気らしいんでね、ちょっと
あ、お茶だなって後にこれグーって来た後に銀鮭泳いでます。マジで泳いでます。サヤマチャコーラの中で今銀鮭が泳いでます。ぜひ皆さん来た際はですね、このサーモン丼とサヤマチャコーラ頼んでください。よろしくお願いします。舞茸っていうと何割引き？ゼロです。ゼロ割引きです。はい、カニちゃんです。さあやっていきましょう。はい、ということでこのソースをオムライスにかけていきます。魚介ソースです。さあかけていきます。さあまるでナイアガラ。お前、いただきます。うん、口の中に入った瞬間にその卵とそのご飯がちょうどいい割合で開けていく。めちゃくちゃいいです。ぜひお越しください。下手くそ。なのこれバナナジュースなんですけど、今ケロロ軍曹とコラボキャンペーンしておりまして、その中での滑らないバナナジュースって書いてありました。じゃあ飲んだ後に喋ってたら絶対滑らないんじゃない？これ滑らなきゃバナナです。じゃあ面白くないこと言って。はい、飲みます。目尻。ちょっと面白い。美味しかったです。ありがとう。はい、じゃあ私さくらくんはマゼルドをいただきたいと思います。ほうれん草、ネギ、ニラで、そぼろと海苔と削り節かなと半熟卵と、その上にフライドオニオンだね。でなんか味変用にこれつけてました。ソースがあるね。山椒だね、それ。あ、これちょっと俺ダメかも。感じた。これはお好みでね。好みで。うわ、美味しそう。美味しそう。マジ美味しそう。じゃあいただきます。美味しい。油そばのなんかちょっと麺がどんな感じかな、簡単に味的には。美味しい。あ、美味しいです。ここに来たらこれしか食べれない。急に言うさくすぎた。やばい。ここら辺にあの一部のプロモーションを含みます。あの、見せてください。ここに案件なんで、これ多分。さあ、大鳥の僕です。やってまいりました。見た感じ、中東のカレーのモチーフなのかな。こちらのカレーはですね、独自の作り方をする。それではいただきます。カレーといったらね、こだわってるね。シェフ呼んでください。バチュー。恥ずかしい。いただきます。マジか、出会っちゃった。ずっと探してたんですよ、このカレーを。おいしい。手にいいよ、OK。 何を行こう。一回止まってます。あ、いいよ。マジ辛い。これ甘く近く食えたもんやん。えぐい。これレチャじゃないっすよ。でも出会っちゃった。出会っちゃった。辛いカレー出会っちゃった。せーの、ごちそうさまでした。美味しかったです。次の場所に行きたいと思います。はい、ということで最後の場所ですね、はい、ダヴィンチストアの方に来ました、はい、こちらはですね、本屋さんなんですけども、はい、アニメグッズだったりとか、本以外のものも売ってるということで、素晴らしい、はい、素晴らしい。これね、ただ中入って中をね、紹介するだけじゃちょっとあれじゃないですか。はい、見せてもらうだけ。そう、僕らも貢献したいなということで、はい、急遽、男気だけで、マジで欲しいのめっちゃある。で、一人ね、5品ずつ選んでもらって、あ、そうそう、5品以内ずつで、最後ね、全部集めて合計金額をお得意じゃんけんして、はい、まあ、お買い取り、お会計。おごってあげたい。おごりたい。行きましょう、行きましょう。早速行きますか、ショッピングスタート。いや、どこにプレゼントしようか。あ、いいね、そういうのですけどね、こういうのとか持ってるじゃん。これ結構いいですよね。これ買わせてくれると。これ、ちょっとあれ、男になってんすか。はい、ということですね、メンバー全員ですね、選ばれました。漫画がなんでこんなにあるかというと、漫画全巻で一つ。いきますよ。勝たせていただきます。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。よっしゃ。よっしゃ。悔しい。グー出して。パー出したい。わかった。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。よっしゃ。よっしゃ。男気じゃんけん、じゃんけんぽいぽいぽい。くそー、叫ばれます。俺なんで負けなきゃいけないんだ。うわー、ダブセハリちゃん、ハリちゃん、ありがとうございます。ありがとう。これもはい、はい、ということで今回お支払いしていただくレシートがあります。やばい。じゃあカニちゃんに見てもらおうか。じゃあみんな見ていきます。笑ってもうてるやん。笑ってもうてるやん。熱かったんじゃない。
19万1271円。これトイレットペーパーとして使えるの？でも俺らが角川さんにしてもらったことに比べれば、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。グッズとかもね、感じていただいて、感じの一言ね、ありがとうございます。はい、ということですね、もう巡りが所沢桜田巡りが終了いたしました、はい、ということで、ぜひ皆様ですね、この動画を見てね、ぜひ、所沢桜田来てみたいなと思ったそこのあなた、来てみてください。はい、ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォローの方よろしくお願いします。下の概要欄にですね、メンバーそれぞれの Twitter とかね、いろいろあるんで、そちらの方のチェックの方よろしくお願いします。そして僕ら毎週水曜日夜8時からツイキャスアプリで生放送しております。少しでもね、この動画見て生放送見てみたいなと思ったそこのあなた、遊びに来てみてください。せーの、チャンネル登録してね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 。19万2000円です。これで大人になりましたかね。なったなった。